どうもこんにちは、ナッチでございます。今回はウェハースね、ここに5つありますんで、開封して出たカードのキャラクターでダンジョンに挑んでいきたいと思います。でこれね、もううちにはね5つしかなかった。ちょうど昔のはあったんだけど、この超絶パズドラウェハース竜冠紙集結編ってやつは5つしかありませんでした。なんでかっていうとね、常滑でみんなに配ったんだよね。2箱分ぐらい配ったんで、今んとこね数件しか報告ないんで、絶対ねまだね何十件も来ていいはずなんだけどね。まあ開けてない人もいるかもしれませんが、ぜひね何が出たかね教えてください。ということで開けていきます。今回もね出たキャラクターの画像を載せていきますんで、とりあえずパッパと開けていきましょう。前回は確か山積みドラゴンが2回出てね、最悪の結果だったんですよね。キラキラしたやつ欲しいな、キラキラ欲しいな。1枚目いきます。はい、おロビンフッド、まさかの、これは当たりですね。ただロビンフッド、まあ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 いいんじゃないの、プラスあるしね、いいですよ、サイズがいいですね。超絶レアですね、レアリティは。もう一個上があるんだね、超究極レアカードってやつがあるんだね。 OK です。2枚目いきます。さあ2枚目はこちら、ヤマタケドラゴン。なるほど、まあまあ1枚ぐらいノーマル欲しいよね。1枚でいいからね、本当に。3枚目いきます。よいしょ、どすこい。あ、出たセディンだろ。セディンいたっけ、僕のボックス。ちょっと怪しいな、最近スペダンデューとか売っちゃってますからね、他の属性ね。4枚目いきます。4枚目はこちら、ふざけんなよ、よかったの最初だけじゃねえかよこれ。はい、ワダツミドラゴンです。ラストいきます。よいしょ、はい、ワダツミドラゴン。だからさ、前回これでさね、2体持ってるはずないじゃん、ワダツミドラゴンを。バランス3倍ってな、バランスタイプいるのか、この中に。タイプを見てみようか、ドラゴンタイプ。ふざけんな、全員ドラゴンじゃねえかよ、全員スペダンデューだもんな、仕方ないか。まずセディンね、セディンはね多分いないですよこれ。いたわ、スキル1だけど、なんか前もお前おったよな。で山竹ドラゴンだろ、山竹ドラゴンはいますよ。ただこいつら捨てが低いんでね、ひどいよね。山竹ドラゴン入りまして、で山積みドラゴンがいます。かっこいいね、サブの絵はね非常に。はい、このパーティーです。もう最初期待したのにな。一応楓は出したんですけどね、椿とか見てないしさ、まだそんなに出にくいのかな。ほんじゃ行きましょう、新しいスペダン行ってみようか。ここね一回地獄級行ってみて、勝てそうだったら上行きましょう。でロビンのフレンドなんでいるわけがないので、貴族性のコンボ系だよね。あ、ディアブロにしようか、ディアブロ行きましょう。2万しかねえし、誰これ、フォンシー、めっちゃ怖いんだけど、なんかイラスト、なんか鳥かと思ったらさ、普通になんか人間みたいな、なんかチャオズ究極進化みたいなやつが出てきました。頑張りましょう。ロビンもね強いんだけど、リーダースキルがねなかなか難しかったからね、どうなるかは分かりません。よっこらしょ、フォンシー落ちません、欲しかった、出てこい、来た、なんだこいつ。あ、これがあれか、あの第2弾の勇士のスキル上げだったかな、来たという話は聞いていたんですが、こいつだったのか多分ね、ようわからんな。あれか、また母国語を喋るパターンのね感じのやつですね、共通語を喋ってくれない中国のキャラクターなのかな。カコートンたちが三国志ですからね、全然強くないし、
多分そっち系の言葉だよね。フォンシーってなんかそれっぽいもんね。よし、倒しまーす。落ちまーす。クラウソラスかな、じゃあ。クラウソめっちゃ出てくるやん。クラウソラス一応持ってますからね。欲しいね。まあ、スキル上げしても使う場所はないんですけど。一応攻撃力高くてマルチブースト持ってて、ブレス機としてはすごい優秀らしいんですが、残念ながら、うわ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 。フォンシーがうるさいダンジョンじゃん、これ。で、僕のこの咳もね、言葉を発するとね、出るんだよね。だから、なんだろう。口から何かが入ると、ダメなのかな。だからやっぱり、うちに何か、ね、起こす原因のアレルギーかなんかがあるんだよね。それがわかんねえんだよ、ずっと。封印とか来たらやばいよ。バインドだってよかった。もし咳で悩んでた方とかいたら教えてください。これで咳が出ましたとか、こうすると治りましたとかがあったら教えてほしいですね。これじゃね、実況どころじゃないんだよ本当に。なんか全然喋ってないとこね、ほんとずっと咳しててね、カットしてるんでね、そこをちょっとご了承いただければいいなと思っております。で、なんか変換されました。めっちゃかっこいいねボスはね。円波使って、円波使ってスミレだよねこれね。一応水も欲しいな。で、殴ります。ワンパンは難しそう。耐えた。ロックめっちゃ来ました。ここでミスったらあばよってことね。ただ盤面が見にくいんだよな、これロックされちゃうとな。光が落ちて8コンボ。危ないね結構ね。上勝てるかはちょっと微妙ですわ。まあ、勝てなくはなさそうですけど。やっぱね、クラウソラスの光ですね。で、こいつが加工トンなんだけど持ってませんと。まあ、かっこいいんでこいつはもらっておきましょう。カジン。このパーティーで勝てたら逆にスペダンも落ちたもんだよな。昔はみんなガッチガチで機械流頑張ってましたからね。マジで地獄級だったもん、あれ。あの頃のね、まあ、あそこまで難易度上げろとは言わないけど、あの頃のスペダン流の破壊力やばかったからね。まあ、ヘラとかも相当やばかったけど、あれはあれで楽しかったですね。あっと、なんか戻してほしいよね。シャレダンとかにさ、また一度きりとかもさ、固定チームにして、昔のその覚醒もない、覚醒もしてない状態の固定チームを置いて進化前とかで、あの半減で殴ってた頃の機械流を再現とかやってほしいなと思います。前ゼウスとかやってくれたからね、やってくれてもいいんじゃないのかなとは思いますけど。フォンシーが弱いんだよな。回復しすぎじゃないですか。闇で殴らんとダメなのか。てかあれか、ロビンフットの副属性が頑張っちゃってんのか。その可能性はありますね。だからディアブロスの副属性とセディンの副属性だけで倒せる火力じゃないと厳しいということですね。で、デクンなってそんなにたくさん、闇ゼロですよ。セディンがね、一人で倒せるとは思えませんので、闇が来ました。片方ならいけるかな。お AI 素晴らしい。珍しく仕事したね今。
なんでこういう男女に限って仕事をするんでしょうか。よいしょ、よし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 、ボスは多分威嚇効かないよね。バインドもナイス。リーダーに来ることもあんのか。よし頑張りましょう。とりあえずロビン使ってで殴る。回復欲しいからスパダツミドラゴンも使っといてで殴る。でこれはきっと耐えますから、またロックされた盤面で頑張る。それで倒せないんだよね、なんか知らんけどね、謎の根性が出るんで、ここを頑張って倒すと。あ、威嚇効くやん。じゃこれで威嚇しとこ、不安だから。闇アテナに完全敗北したスキルですね。ドロッキョウは一色だし、威嚇も一ターンのくせにターンは二ターンぐらい重いっていうね。はい、ありがとうございました。ということで、まあダンジョン勝てましたしね、結果的に良かったんじゃないのかなと。 S ランクも獲得ですね。ロビンが出て良かったよ。ノーマル5連続とかね、普通にありえましたからね。結構ね、確率が渋いみたいなんで、まあ次ガンフェスで先行販売されるあのジューンブライドと、なんだっけ、あの闇アテナとかがパッケージの、あっちもなかなか渋いんじゃないのかなと思いますんで、皆さんぜひね、チョコは我慢しといて、そこでいっぱい食いましょう。はい、ということで終わります。以上ナッツでございました。バイバイ。